伝統的なドリームキャッチャードリームキャッチャーとは、北アメリカ大陸北部の少数民族、オジブワの伝統的な魔よけ、装飾品。柳の枝を曲げた輪に糸を張って、蜘蛛の巣に見立て、悪夢を捉え防いでくれるよう願った。オジブ英語のローマ字では、オシビクシャンと記され、蜘蛛、または蜘蛛の巣を意味する。1960年代から1970年代の、 パンインディアン運動により、他の少数民族へ広まったとみられ、先住民族、ファーストネーションの文化的アイデンティティを象徴すると、みなされもした。もっとも、現在市場に流通している、アクセサリー商品に対しては、その限りでない模様。オジブワのキャンプ地現在のアメリカカナダ国境付近、五大湖周辺で、漁労生活を送っていた彼らは、縁、または、涙型の枠で、 イラクサの繊維を寄り合わせ、量に用いていた。ドリームキャッチャーは、この作業の中から生まれたと考えられ、子供たちの寝床の上に下げて、悪霊、悪夢から守ってくれる、魔除けのお守りとなった。テリジェンリューズによると、悪夢は網目に引っかかったまま、夜明けと共に消え去り、良い夢だけが、網目から羽を伝わって降りてきて眠っている人のもとに、入るとされる。また、良い夢は、 網目の中央にある穴を通って眠っている人に運ばれてくるが、悪夢は網目に引っかかったまま、夜明けと共に消え去るとも言う。ドリームキャッチャーその後、ニューエイジ運動などを通じて、日本をはじめ世界的に知られ、アクセサリーとして販売されるようになった。しかしこのことは、最も伝統的なインディアンや、その支援者からすると、好ましくない文化流用だとみなされている。ジェンキンス。 フィリップ、ドリームキャッチャーズ、ハウメインストリーム、アメリカディスカバード、ネイティブスピリチュアリティ、ニューヨーク、オックスフォードユニバーシティプレス。ありがとうございます。